どうやら決着はついたようですねごちそうさまでした舞さんの食べっぷりにあの方がフードファイトを申し込まれて状況から察するに舞ちゃんの勝利みたいだけど何だ敵襲ではなかったのかすみません皆さんにご心配をおかけしまして勝負ごとには熱くなるものでつい あんななに食べて大丈夫なのはい。普段より武道の鍛錬をしておりますのでこの程度は普通です普通ってこのあと晩ご飯があるけど所詮はおやつです余力は十分にはあごめんなさい美味しいものには目がなくてつゆが染み込んだおうどんにサクサクのエビ天ぷら とても美味しゅうございます月島様おかわりを <laughs> はいはい月島様は料理がお上手なのですね箸が進んでしまいます、うん、どんどん食べてねなんだしょうねいきなり お前を守ることが自分の任務だからだ私は今回の研修で自分も成長できたらなって私は今回の研修で自分も成長できたらなって私は今回の研修で自分も成長できたらなって誰かに教えることで得られるものも多々あるからですねで タマはどうなんだ何で私少年の世話をしているいわば同志じゃないか将来の希望とか夢とか何かないのかえっと私は今日みたいにみんなでワイワイ食卓を囲めるようなそんな温かい家庭を持つのが。 夢かなそんな温かい家庭を持つのが夢かななるほどつまり少年と幸せになりたいとししのぶさん別に今のは誰かに限った話じゃほうでは顔が真っ赤なのは湯気のせいかほう では、顔が真っ赤なのは湯気のせいかももう忍さんたらちょっといいか君に今日の感想を聞こうと思ってなどうだみんなのこと少しはわかったかふふ <laughs> 言わずもガな、だったな 楽しんでもらえたようで何よりだ。遊園地のフリーパスだ。明日、君が気になる相手と言ってくるといい。まあ、君はたま一択のはずだがな。青春の衝動に身を任せるのは構わんが、ほどほどにしとけよ。 久島楽しみだねな,なんだかちょっと恥ずかしいね。 次はあれいこう。